これからご紹介する作品は、笹倉哲平さんが2002年に制作したシルクスクリーンの版画です。タイトルはアフターグロウです。この絵のタイトル、アフターグロウとは、夕焼けや残照ぐらいの意味です。このシルクスクリーンの版画の限定枚数は395部です。フランスのブルターニュ地方にあるバンヌという町のヨットハーバーをモチーフに描かれたシルクスクリーンの版画です。笹倉ブルーと呼ばれる郷愁感あふれる青色がとても素敵な海の絵です。大きすぎず小さすぎず、とても飾りやすいサイズの海の絵だと思います。笹倉哲平さんのコレクターやファンの方にはもちろん、海の風景画をお探しの方にぜひおすすめしたいシルクスクリーンの版画です。